ねえ宮村、修学旅行の時の写真もう買えるんだって。そうなんだ。でも俺ほとんど写ってないような。そう？もったいないわよ。せっかくの高校生活、思い出作っとかないと。うん、そうだね。ね、きっとこれからたくさん楽しいことが起こる気がするのよね。堀さんが言うと本当にそうなりそう。